それでは池田大作さんの名式をご覧いただきましょう。最初に天格についてですが、天格とは祖先より伝承される一族の宿命を表す部位であり、十二格の場合挫折運とされ、芸術や特殊な仕事で世に認められてきた家柄とされ、本質的には孤独で家族との縁が薄く人に妨げられやすい家系と言えます。続いて人格についてですが、人格とは人生の中心となる壮年期の運命を表す部位であり、八角の場合根気運とされ、崇高な理想を掲げ努力を怠りません。鉄のごとき自我を主導し、何事も自分の努力で困難を打ち破ろうとするでしょう。野心と粘り強さを人一倍持っており、実行力にも恵まれているので、どんな困難があってもくじけずに目的を達成します。さらに知覚がゼロ系の道ですので、魅力本能が開花し、スターになるか人気者になる暗示があるでしょう。続いて知覚についてですが、知覚とは幼少期から青年期までの運命に強い影響を及ぼす部位であり、十角の場合不遇運とされ、精髄が激しく一代で天下を取り滅びゆく傾向にあります。凝り性で探求心がありこだわりが強いのも特徴です。親との縁が薄く対人関係で苦労し、出会いより別れが多い暗示があるでしょう。目標のある人とない人とでは命運がはっきりと分かれるでしょう。特定の分野で成功するものも現れますが、いずれにせよ表現力を磨き、自分をうまくアピールすることが成功の鍵となるでしょう。また生まれながらの勝負師ですので、勝負の世界に異常なほどハマる傾向が強いでしょう。続いて外角についてですが、外角とは周囲の環境に対して強く作用する部位であり、十四角の場合不如運とされ、逆境に強く目立たないことに奉仕する義侠心の精神と偏境的思考の二つの善義が潜在する人柄とされ、陰と陽、善と悪、恩賀と粗暴を身にまとった魅力的怪人と言えます。続いて双角についてですが、双角とは壮年期から晩年に向かって強く影響する部位であり、二十二角の場合白弱運とされ、霊感やひらめきといった第六感が鋭く美的感覚に優れ、遊びや趣味の世界でも素人離れした一流のセンスがあるため、人と違ったおしゃれを好む傾向にあるでしょう。また美男美女が多く、外見の華やかさとは裏腹に本質は何をしてもうまくいきません。派手なことや大きな野望に憧れるハッタリ屋であり、別名挫折運とも呼ばれているので、目標があっても逆境に泣き挫折を繰り返すのです。理想と現実が一致せず、不平不満に陥りやすい暗示があるのです。最後に福運ですが、福運とは発展成長を促す部位であり、十八角の場合豪気運とされ、鉄のごとき自我を主導し信頼と尊敬を集める存在ですが、そこに協調性はなく、人間的に器の小さい人といった印象を与えます。権威的で強情、自己主張が激しく非常に頑固なため、対立や非難を招く危険があるでしょう。また頭の回転が速く利己主義なのも特徴です。ご覧の通り、ご自身の年齢が95歳ということもありますので、人生の後半となる晩年を司る双角の運命に強く影響されます。したがって派手なことや大きな野望に憧れるハッタリ屋であり、一方で負けず嫌いな努力家であり、資料深く、共栄心が強い数理であることがわかります。それでは数理に隠された名式をご覧いただきましょう。赤文字に変換された部位は死を招く鬼門です。三歳配列は吉凶混合。複合札は本札と転札、意味文字は大です。そして生命学の禁じ手とされる長白三角と濁音名を持っておりますので、まず最初に三歳配列の吉凶混合について見ていきましょう。三歳配列とは五行説をもとに、人は天と地の恵みの間に生かされているという思想です。基礎不安定にして成功には苦心を要する配列と言えます。五行を読み解くと、顔の表情に変化はなく、無口で無愛想な人という印象を与えます。神経質で気が小さく、心の中はいつもイライラしているのです。努力が実り功を成す者もおりますが、急変奈落の暗示が強く、極度の不幸に陥る配列と言えます。健康面においては禁止になりやすく、また肝臓の障害も懸念されるでしょう。続いて複合札について見ていきましょう。最初に本札についてですが、名字の一番上の文字と名前の一番下の文字が同格同数で一致しており、全ての心配事や苦労を背負い込み、容赦なく圧迫され続けるという暗示があるのです。八方美人で特に内面が荒く、自分のわがままを棚に上げて他人の行動には口うるさくなり、神経質で性格的に変わった人が多いのも特徴です。抑えれば抑えるほど性的欲求や物質的欲求の高ぶりが襲ってくるのです。続いて転札についてですが、こちらも天格と地格が同数原理で一致しており、転札は生命学において絶対に名付けてはならないとされる直下型の大鬼門です。
前触れもなく突然思いがけない事態が発生します。突然仕事や授業が失敗したり、突然信頼していた人から裏切られたり、思いがけない大病患ったり、命に関わるほど大きな災難に巻き込まれるという暗示があるのです。池田大作、鑑定の結果山菜配列は吉凶混合で、複合札が2つもある。強烈な運気に支配されながらも、その姿は人心掌握術のカリスマでした。人心掌握とは、人の心を意のままに操り、意図した方向へ他人の心をうまく向かわせることを言います。信頼と尊敬を集める存在として、信じるということを実践することができる人です。安心感を与え、帰属欲求を満たし、存在価値を拡大させることで、人材定着率の向上を得意とする人です。崇高な理想を掲げ、努力を怠らず、積極的に挑戦していくことのできる人です。失敗は恐れず、失敗してもくじけない根性があり、人の3倍の努力ができる人です。一方で、戦闘的人生観があるものの、知的に物事を処理し、世界平和に命を懸けることができる人です。周囲に流されず、物事を冷静に観察する洞察力がある人です。苦しみに打ち勝ち、時に励ましの母となることができる人です。時を逃がさず、信じて行動することができる人です。日本最大級の宗教団体として勢力を拡大してきた創価学会にとって、池田名誉会長亡き後、栄枯衰退の荒波に抗うことができるでしょうか。名体を表すという言葉があるように、怖いのは全て名前です。名前で人は不幸にも幸せにもなれるのです。